皆さんごきげんよう。今回の動画は先日宿泊したカプセルホテルコミューン渋谷の宿泊レビューになります。渋谷駅周辺で宿泊される男性向けの動画になります。コミューン渋谷があるのは東京都渋谷区桜ヶ丘町 22-19 にあり、だいたい渋谷駅より徒歩6分、約500メートルほどしか離れておりません。コミューン渋谷の入り口はこういった外観になっており、半分地下に潜るような形でフロントへとつながっています。フロントデスクは24時間対応なので安心です。それではホテル内の様子を見ていきましょう。まずキャリーケースなどの大きめな荷物を入れるロッカールームです。チェックインの際に下足箱とロッカーの鍵を受け取ります。その鍵の束の中にロッカーに表示されているのと同じようなアルファベットと数字が記載された札もついておりますので、それと同じところのロッカーを使用します。ロッカーの中の様子です。今回は D02 のロッカーを使用しました。ロッカーの中にはハンガーが2つあり、普通サイズのとバスタオルサイズのタオルがそれぞれ1つずつ入っておりました。続いて洗濯室になります。長期滞在者向けの設備でしょう。ここには乾燥機と洗濯機がそれぞれ2台置いてありました。しかしこの時洗濯機の1台が故障中で使用できない状況でした。使用方法が英語と中国語で表記されていたので、外国人観光客にも配慮がされていました。無料で使用できる粉末洗剤も用意されています。乾燥機は30分100円、洗濯機は1回200円で利用可能となっておりました。続いて洗面室になります。三方を大きな鏡で囲まれた特徴的な部屋となっております。洗面台は3つあり、その上の棚には使い捨てのプラスチック製の櫛であったり、ファブリーズや洗顔料、シェービングフォーム、綿棒やカミソリ、歯磨きセットなどが左右対称に棚の上に並んでおりました。カランを右側にした状態は水が、左側にしたら10秒ほど遅れて火傷しない程度のお湯が出てきました。ご覧のように水とお湯の表示が小さく分かりづらいので、よく観察しないと気づかないかもしれません。今回宿泊したのは建物の3階でしたので、このフロアには喫煙所も設けられています。
入り口すぐのところにこのような下足箱があり、先ほど申し上げた鍵の束にこの下足箱の鍵もありますので、同じく D02 の扉を開け靴を預けました。トイレの設備についてですが、個室トイレが2つと小便器が4つ設置されています。個室トイレはウォシュレット付きでした。続いてシャワールームです。ロッカールームと洗濯室の間に2つ設置されていました。備え付けで洗顔ソープ、ボディソープ、シャンプー、リンスがそれぞれありました。手ぶらで宿泊しても洗剤に困らずに済みますね。続いて喫煙スペースです。洗面室隣にある扉を開けると、ご覧のように若干薄暗いですが、椅子と机と灰皿2つが設置されています。喫煙スペースから見える景色はさほど良くはありません。廊下には未使用のガウン置き場と使用後のガウンとタオルの捨て場があります。それと洗濯室入り口の脇に給水と給湯ができる機械が設置してありました。それでは居室を見ていきましょう。私のチェックインした時間帯が早かったためか、ほとんどの居室が空いておりましたので、少し他の居室も覗かせていただきました。価格の安い部屋はご覧の通り、ほぼマットレスのサイズが個室の床面積となっております。こちらが私が泊まった居室になります。マットレスの床面積プラス約3分の2畳分ほどのスペースが確保されています。居室の高さは iPhone 購入時に付属している USB コードの長さとほぼ同じでしたので、約1メートルです。居室内にはテレビ、貴重品入れ、テレビの音を聞くためのヘッドホンとリモコンがあります。100ボルトと USB コンセントがありましたので、スマホと PC の充電に使用させていただきました。使い捨てタイプの耳栓もありました。 Wi-Fi の SSID とパスワードがありましたので接続してみました。
廊下の天井にエレコム社製の Wi-Fi ルーターと思われる白いボックスがありました。ルーターから私の居室までは直線距離で約5メートルでした。Mac のスピードテストアプリを開き、Wi-Fi の SSID が合っているかを確認し、計測をしました。今までに泊まったことのある宿泊施設では見たことのない爆速の記録を叩き出したのでとても驚きました。ダウンロードが 301Mbps でアップロードが 269Mbps でした。何かの間違いではないかと思い、今度は iPhone のスピードテストアプリを使ってみようと思い、 Wi-Fi を接続し計測してみたところ、Mac の記録よりかは下がってしまいましたが、それでもダウンロードが 156Mbps でアップロードが 166Mbps でした。居室内で動画のアップロードなどの重い作業も余裕でできる速さで、とても作業がはかどり助かりました。夜が明け、チェックアウトのため外階段を全ての荷物を持って降りました。このカプセルホテルにはエレベーターがないので、大型や重い荷物の旅行者には向いておりませんので、ご注意ください。フロントに鍵を渡してチェックアウトとなりました。カプセルなのにカプセルとは思えない一泊となりました。今後渋谷に泊まる際は定宿にしようかと思っています。最後になってしまいましたが、今回私が宿泊したプランは Booking.com 経由でプレミアム男性用カプセルルームのキャンセルの場合は返金不可の事前決済タイプの4860円で宿泊できました。この価格は私にとっては安く感じました。今までの動画を見て皆さんはどう思われましたか？コメント欄で教えていただけると幸いです。よろしければチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。マッキーでした。